美馬市地域交流センター未来図にある美馬市立図書館では、親子で学べる防災パネル展を開催中です。小中学生による土砂災害防止の啓発ポスターや水害に関するパネルの展示が行われています。今回のパネル展では、土砂災害の種類や前船などをはじめとした水災害に関する基本的な知識ですとか、いざという時に取るべき行動などを楽しく学んでいただける展示を行っております。こちらは水防カルタ。気になるカルタを見つけてめくってみると、災害時に役立つ情報を知ることができます。子どもたちが楽しみながら正しい知識と防災のポイントを覚えられるよう工夫を凝らした展示になっています。近年、毎年のように全国各地で大規模な水害や土砂災害が発生しております。命を守るため、ハザードマップなどで家の周りの危険な場所ですとか、避難先を事前に確認するなど、日頃からの備えを行っていただきますとともに、大雨の際には早めの避難を心がけていただきますようお願いします。親子で学べる防災パネル展は美馬市立図書館で8月30日まで開催するほか、ご覧の施設でも展示を行っています。家族やお友達と一緒に足を運んで、命を守る防災について考えるきっかけにされてみてはいかがでしょうか。